ようこそ。ようこそ。なんだい兄さん、今さら僕を殺そうだなんて。僕の実力を真似切りにして怖くなったのか。不滅でも弟だと思い今までいたし、この程度が限界ならその意味すらないというそこだ。兄さんとも悪い人が随分と甘い考えだね。まったく、ミキラがどうここまでいたし、兄としてそろそろ手順を見せてやる。僕くらいいつでも殺せるって言いたいの？甘いのはその考えだ。死んでから後悔するがいい。おのれ、何者だ。お前は一体。二人を倒したんか。まさかあの二人より強い奴がいるなんて。おかげでまだ時間がある。俺と戦ってくれ。今のは驚いたぞ。大したもんだ。それで終わりか。俺はまだまだいけるぜ。片付けたのか。やるじゃないか。
俺たちのこの強大な力を試すにはもってこいだ。ついて遊んでやろうじゃないか。なんじゃ？孫悟飯、やっぱり生きていたか。今度は逃がしはしないよ。こちらもフルパワーを出して殺す。
ああ、あなたでしたか。この巻物ですか。これは俺の過ごした時代の歴史です。17号と18号にみんな殺されてしまって、唯一生き残ったゴハンさんも、母さんがタイムマシンを作らなければ俺も、そして地球は今頃。歴史を変える機械を作るのはあまり褒められたことではないがの。はい。ま、今さら言っても作ってしまったもんはしょうがないが。この歴史にまで、すぐに向かいまし、トランクス。はい。あなた、分かっているわよね。はい。では、お願いします。戦国の息子、殺す。この強さ、二人以上。君、俺が食い止めるから早く逃げるんだ。任務の邪魔をする者に殺す。十六号、一体何ですか。トキスコハさん、何としても守り抜いてください。俺の軍隊にお願いします。いいな、君。ありがたいよ。まだこんなに強い戦士が残っていたなんて。そんなはずがない。そんな戦士がいた。もっと早く気づいていたはずだ。そもそも、俺たち以外のサイヤ人がここにいること自体、おかしい。君は一体、何者だ。かなりの潜在能力を秘めている。俺のさらなる進化のためにいただくぞ、そのキリン。なぜ、いや、クリアのあやすの実力では皆を倒すのは無理じゃぞ。しかも16号と戦って傷ついておる。いくら戦いかかりでも勝ち目はないぞ。なんなんだこいつは、強すぎる。たまんない。すぐ楽にしてやる。このままじゃ二人がご飯さん。おお、何をしてるの、トランクス。やめなさい。お前の好きにはさせないぞ。いや、トランクス。トランクス、どうしてここに。確かにさっき、いや、
もしかして君は犯人発見のトランクス、あなたは言っちゃダメって言ったでしょ。すみません、でも俺にはコハンさんを見捨てることなんてできない。もうバカなんだから。なぜ倒せない。いくら三人がかりとはいえ、俺の方が力は上のはず。なのに、ゴハンさんは殺させないぞ。トランクス、君は未来から来たんだよな。ブルマさんのタイムマシンが完成したんだな。立派になったな、トランクス。はい、そうだ、こうしちゃいられない。17号と18号が町を襲ってるんだ。そうだった。そしてこの後ゴハンさんは、ゴハンさん、俺も一緒に戦います。今の俺ならもう足手まといにはなりません。何言ってるのよ。絶対そんなことしちゃダメよ、トランクス。ここでゴハン君を助けてしまったら、あなたが歴史を変えてしまうことになるのよ。それでも俺は。トランクス、お願い、トランクスを止めて。トランクス、何か俺に隠していないか。それは、大人になった君が無事だってことは、未来は大丈夫なんだ。ならこの戦いにもきっと意味はある。それで十分だ。そんな、嫌です、ゴハンさん。トランクスにもいい仲間ができたみたいだな。こいつのこと任せていいかい。会えて嬉しかったよ、トランクス。ゴハンさん、ご苦労じゃったな。ちょっとあの子には二の重い歴史だったわね。にしても本当に飛び出していっちゃうなんて、これで本当に歴史をもう一度修正に行くことになってたわよ。助かったわ、ありがとう。トランクスは少し休ませる方がいいじゃろう。しばらくあなた一人に負担をかけてしまうけど。毎度
おお、来たか。こないだの歴史の改変だがの、完全に修復。あの時現れた人造人間16号が、倒…あやつは本来の歴史にはおらんはず。目覚めさせたのも復活させたのも、やはり…とは、でしょ。彼もまた確実に強くなっているわ。行ってきて。すまんが、頼むぞ。戻ってこれたんだな。俺の時代に。過去だけじゃなく、この時代も平和にしなくちゃ。さあ、ここに16号が。様子がおかしい。殺す。この強さは。トランクスの効果と一撃は上のはずです。そもそもこの振られているわ。トランクスを守りながら戦うのよ。それにしてもなぜ俺の名前を知っているか。お前過去に言ったのだ。事情に詳しいわ。お仲間は過去から連れてきた。何にしても邪魔をするなら生かしてもらったんだ。ということで生き抜き、一体どの時代から連れてきたのだ。誰と。トランクス自分は知らねえが味方のようだ。私の他にも人造人間がまだ残っていた。お前たちが存在する限り人類に未来はない。絶対にお前たちはここで倒す。おざけだ。おなさい。人造人間たちめ、完全に消え去ってしまえ。何でよ。これで全てが終わりましたよ。ありがとう、悟空さんたち。あなたにもお礼を言わないと。
おお、帰ったか。お疲れ様、頑張ったわね。トランクス、勝手なことをしてすみませんでした。分かってるならいいわ。あなたの気持ちも分かるけど、私は立場上それを許すわけにはいかないの。はい。あなたにも謝らなければいけませんね。それからありがとうございました。どうした？孫悟飯、やっぱり生きていたか。今度は逃がしはしないよ。こちらもフルパワーを出して殺す。俺は死なない。たとえこの肉体は滅んでも、俺の意志を継ぐ者が必ず立ち上がり、そしてお前たち人造人間を倒す。ご飯さん、ええのか。少し歴史が変わってしまっとるようじゃが。あれくらいなら私が巻物まとめるときに消えちゃうわ。でも、そうね。残しておきましょうか。うん、ま、あれくらいの変化なら歴史に影響はないだ。わしも見なかったことにするか。ほっ。どうも。蹴るな。太陽拳。
そんな！セルが17号と18号を吸収して一気に完全。本当は違うんか？ええ、本来なら17号を吸収してから18号を。なんじゃい、結局吸収するんかい。それはそうなんですけど、セルは精神と時の部屋を使い、たった1日で強くなった父さんと俺を見て、時間があれば俺たちや悟空さんがもっと強くなると期待し、セルゲームの開催を決めたんです。こんなにすぐ完全体になってしまっては、セルゲームを開催しようとも思わないでしょう。面倒じゃのう。お前さんちょっくら行って姿見せてきたらどうじゃ。あの頃より強くなっとるじゃろうから、セルもその気になるんじゃないかの。そんな無茶苦茶な。っていうか、こんなに一気に変身しちゃったら、クリリン君が結婚できなくなっちゃうんじゃない？そうなんでしょうか。そうよ、もう鈍いんだから。とにかくお仕事お仕事、今回のサポートはトランクスでいいわよね。はい、この歴史のことはよく知ってますから、俺に任せてください。そうね、恋愛イベントには超疎いけど、戦いの方は大丈夫よね。そっちはいいじゃないですか、もう。はいはい、じゃ、ま、気をつけて行ってくるんじゃぞ。俺は孫悟空の場所を知りたいだけだ。教える気はないのか。貴様らの目的は孫悟空を殺すこと。どこにいるか教えるわけがなかろう。では戦いの続きを知りたい。話したくない。17号の弾が本来より上がっています。とうとう記念すべき日がやってきたのだ。この私が17号18号と合体し完全体になる日が。何者かしらの邪魔だ。とっとと消えろ。俺は今そいつと遊んでるんだ。17号、成功して。ギャーナピッコロ。ピッコロさん、お前だけでも逃げろ。18号、17号は忠告を聞きそうにない。お前がどうする？16号、セルを破壊する。え、戦う時が来ている。孫悟空と出会うぞ。命知らずのバカ、また現れたか。何をしてるんだ16号。まさか戦うつもりなのか。それ以外に方法はない。例の16号は互角の実力。しかし今のセルは大幅にパワーアップしている。ここは16号に協力してください。
こんなに強かったのか。16号のやつ、とどめを刺してやる。出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。うわあ。お帰りなさい。お疲れ様です。無事歴史の改変を。しかしこれでめでたしめでたし。ん？あのあと結局セルは17号と18号を吸収して完全体になってしまったようじゃぞ。ええ。でもそれが本来の歴史の流れだから仕方ないわよ。それよりトワとミラがまだ姿を見せていないのが気になるわ。これで無事解決したとは思えないし、この歴史は引き続きチェックしていかないとね。それは俺に任せてください。あなたはひとまずゆっくり休んでください。お疲れ様でした。いいもの入ってるよ。
どうも。おお、来たか。トランクスがチェックしていた巻物に怪しい気配が感じられたの。この歴史では完全体になったセルによってセルゲームというものが開催されています。しかしこのゲームに本来参加しないはずの戦士が紛れ込もうとしています。ミラネ、あいつは時の流れから外れた存在。俺も一緒に戦えます。お二人ともサポートをお願いしますね。うん、任せておけ。後輩にいいとこ見せなさいよ、トランクス。はい。ここから先は通さないぞ、ミラ。トランクス、タイムパトローラーの名にかけてお前はここで倒す。実力の差は分かった。お前の闘志は揺らがない。当たり前だ。どんなに相手が強かろうと俺は決して諦めたりしない。その得体の知れない強さ、興味深い男だ、トランクス。サイヤ人を連れて行く。ただの腕自慢なら俺の敵ではないな。今セルゲームの会場では悟空君とセルが戦いを繰り広げてるわ。二人の神様を絶対に引かねよ。メッタ、おめえの強さはよーく分かった。ほらもうやめとく。うん、おめえの出番だぞ。わっ、ご夫婦の戦いが終わったみたいね。もう少しの辛抱よ。ふん、そろそろ頃合いか。何？お待たせミラ、準備が整ったわよ。今度は何をするつもりだ、トア。今回はなかなか楽しんでもらえると思うわよ。セルの木がいきなり膨れ上がった。トアの魔術だな。残念ですが、俺が手伝えるのはここまでです。この歴史には昔の俺もいますから。パワーアップしたセルは恐ろしい相手ですが、以前も奴らは同じ手を使ってきたことがあります。他にも何か仕掛けてくるかもしれません。くれぐれもお気をつけて。絶対に勝てはせん。小さくても私の子供たちに
このセルジュニアは危険すぎます。みんながやられないよう一緒に戦ってください。わー、ちくしょう、け、わあ、やめろ、みんな殺されてしまう。本当に僕にすごい力が隠されているのなら、その力を出したい。だけど、どうやったらその力が出せるのかわからないんだ。おい、すげえ。誰だか知らないけど助かるぜ。頼みだ。ユーロ、神が喋った。俺をあの子供のところまで持って行ってくれないか。頼む。冗談じゃない。あの子供のすぐそばにはセルがいるんだぞ。お前も少しは役に立ちたいだろう。格闘技の世界チャンピオンらしいから。よし、やってやろう。名前も知らない奴らが戦ってくれ。チャンピオンが逃げたんじゃいいよ、笑いもんぞ。ぜよし、放り投げるぞ。シャレー地蔵人間。そういうことは正しいことに止めて戦うことは罪ではない。せめ精神の怒りのまま自由に解放してやる。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。俺の好きだった自然や動物たちを持ってやってくれ。余計なお世話だ。出来損ない意真の姿を見せた。これで面白くなってきたぞ。ついにゴハンさんが確定しました。しかし、まだ本来の歴史と違ってセルジュニアが残っています。油断は禁物です。ゴハンさんに加勢してください。いい気になるなよ、ゴハン。まさか本気でこの私を倒せると思っているんじゃないかな。倒せるさ。大きく出たな。では見せてやるぞ、このセルの恐ろしい真のパワーを。いいよ、ゲームの参加を認めよう。ダルクーラ、こんな時に現れるなんて。このメタルクーラというのは、なんでクーラが何人もいるんだ。やつは機械は
出てダメージを取られるチームだったか。アンドロイドなんで、あの穴はワードコース、時空と時空をつなぐトンネルのようなものだった。メタルクーラーさんはこことは違う時空が設計部の会場に乗り込んできているようで、なんとかメタルクーラーを食い止めてください。くそ、このままじゃ切りがない。トラビス、あなたも家庭に行きなさい。ワームホールの向こうに行けばご飯くんたちと会わずに済むでしょ。あなたもワームホールの向こうに飛び込んで。自分から地獄に飛び込んでくるというな。これだけの数のメタルクーラーを相手にして勝てると思っているのか。そっちこそ俺が何の作戦も立てずに突っ込んできたと思ってるのか。何、俺の母さんは天才科学者だね。俺の趣味も機械いじりなんだ。ビッグゲテスターの中枢コンピューターに自滅プログラムを仕掛けてきた。もうすぐお前たちは全員消え去る運命だ。なんだと、貴様。さあメタルクーラーが動きを止めるまでこいつらを食い止めますよ。ピーカー
これでここは一安心です。みんなのところへ戻ってもらえますか。時の奥からサポートさせてもらいます。すみません。よろしくお願いします。フィル。死の淵からよみがえったぞ、フィル。私はさらにパワーアップして戻って。ふっ。何よこし。気でも。死んでしまったお父さんの仇が打てて嬉しいんだ。貴様はぜひこの手で殺したかと思っていた。フィルの力はトワの魔術でパワーアップしています。ゴハンさんを助けてフィルを倒してください。やった、やった。どうやら助かったようだな、俺たちは。
おかえりなさい。今回はびっくりしたの。クーラがあんなに大量に押し寄せてくるとは。しかしトランクスのおかげでなんとかなって。ええ、まさかトランクスがあそこであんな起点を聞く。え、時の海王神様、そのつもりで俺を行かせたんですよね。ええ、そうよ、決まって。じっと。何よその目は。なんとかなったからいいじゃない。やれやれ、お前さんも苦労しとるの。Thank you.
へへ。いいもの入ってるよ。いらっしゃいませ。
いいもの入っ、毎度いいもの入ってるよ。毎度いらっしゃいませ。
いいもの入って。いいもの入ってるよ。ようこそ。いいだろう。つまらん戦いにはするなよ。さあゲームに始まるぞ。なんだデータにはないぞ。俺たちに歯向かうつもりなら遊んでやるぞ。17分いいからさっさとやっちゃおうよ。分かっちゃいないな18分。そういう無駄が楽しいんだって何度も言ってるだろ。16分あんたあいつが何者か知ってるか。いやデータにはないし何やら危険な予感です。危険だって笑わせるな。こんなやつ相手にもならないぞ。さあ17号私と一つにね。パワーレーダーが反応していたのはパソコン。驚いたよここまでやるなんてね。私が完全体になる今度は偽造人間17号と18号を吸収する必要がある。今の私の力でダウンを相手にするのは少々厳しい。お前に期待しているぞ。もちろん
完全体になった後、お前もし、ざまあないね。しまった。ダメージは受けたが、まだ問題はない。俺の分析に沿って完全体にはさせんぞ。命知らずのバカが現れたか。現れたのはバカが完全体とやらにさせるわけにはいかんぞ。ここで貴様の息の根を止めてやろう。どこにこんな力を隠していた。やるな。だが勝負はこれからだ。想像以上だぜ。私と戦うのだ。ちゃんと実力を出してもらわねばな。
毎度。